杉田さんの応援に駆けつけてくださった方がいます、はい、ご紹介しましょう。18代目歌のお姉さんとして杉田さんと一緒にご活躍をされた歌手の角田涼子さんです。どうぞどうぞ大きな拍手でお迎えください。お久しぶりです。ちょっとサプライズで、ね、やらせていただきました。はい、今日ねここで歌のお姉さんと歌のお兄さんが久しぶりの再会を果たしたわけですが、角田さんいかがでしょうか。今までお話、はい、バックステージで聞いていただいたと思うんですけども、はい、はい、この、はい、滝宏さんの受験を知った時に、はい、私は何かできなかったのか、何かなんだ偉そうな発言なんですけども、何か助けるというか手助けすることはできないのかってずっと後悔してて悔やんでたんですね、はい、でも今日のこのイベントの話を聞いて、これから何かできるんじゃないかなっていう気持ちにさせていただきました、はい、何年ぶりの再会になりますか、はい、5年まるまる5年経ったかな、はい、5年経ちましたか、はい、はい、今日ねこんな形での、はい、再会となりました。杉田さんいかがでしょうか。ちょっと本当にめちゃくちゃ嬉しいです。内緒で、はい、もうめちゃくちゃ涼子ちゃん好きなんです僕。いやいや告白はされたらちょっと困るんですけどもね、告白じゃないですか、それはね、でもあんな大きな事件を起こしてしまって、はい、本当に皆さんに埋め合わせというか謝罪全員にできているわけでもなく、時間をかけてやっていかなければいけないなと思っていて、でも涼子ちゃんは涼子ちゃんにはね早く言いたかったんだけど、なんかね敷居高いんだわ。何の敷居だった、傷つけたな、何をおっしゃってるんですか。すごい傷つけちゃったなと思って本当にでも来るんだったら行ってよ。いやいや本当に内緒ですからね。やっぱりね喜んでいただこうと思いましたから。ありがとうございます。でもやっぱり前向いて頑張ってらっしゃる姿がやっぱり一番嬉しいですよね。本当に嬉しいです。なんかね実は SNS とかもフォローしていただいてるのを知ってたんですけども、でもなんか本当これも偉そうなんですけども、ご家族やご親戚の次ぐらいに厳しい目で私。はい、見なきゃいけないのかなみたいな勝手な気持ちになってて、はい、ずっとできなかったんですけども、今日のお話聞いて、はい、でアウトフォローさせてくださいみたいな。応援していきましょう。応援していきます、はい、ありがとうございます。距離感は保ちながら応援していきましょう、はい、そうですね、ソーシャルで、はい、そうしましょう。